どうも、僕はかまど炭治郎です。今回は無限列車を作りたいと思います。ゲーム仮面チャンネル。いや、ということでね、この学校の前にこの道路のところにちょっと無限列車を作っていきたいと思います。ただね、俺も本当に操作慣れてないんでね、わかんないんですけど、このアイテムで小道具っていうところからいろんなね、ものを召喚することができるんですよ。でこれを使っ、このほら、玉って押したらこうやって玉が出てくるんですよ。簡単にこうやって物を召喚できるんですね。でこれを使って、ちょっと無限列車の形をなんとか作っていきたいなということでね、この球体をね、とりあえずあれにしよう。汽車のさ、丸いところ、トーマスの顔になると。あ、やべ、車来ちゃった。まあいいや、この車は鹿としましょう。はい、雪だるまできそうだね。雪だるまはすぐ作れる。あれ、マジで雪だるまみたいになっちゃってない？俺雪だるま作ってたんだっけ？ちょっと色変えようか。色をこうやって変えれるんですよ。ほら、これでね、黒雪だるまじゃん、これ。ただのちょっと土台になるところを作ろっか。土台、ほら、板をこうやって出すことができるんですね。この板をね、どうやったらなんか汽車の土台になるか、これ難しいよ。これ、いや、これがなかなか難しい。この土台作りがめちゃくちゃ難しいんですよ。とにかく、はい、とりあえずね、なんか土台っぽいのができてきたね。はい、できてきたということで、これちょっとね、この、球体のさ、下にうまく入れたいんだけど、ちょっと車が邪魔なんだよね。まあいいか、車鹿としてもう押し込もっか。車めっちゃ動いてるけど。だってそっちが突っ込んできたんだもん。まあ道路に着くのがおかしいけど、そもそも。まあ強引だけど、ちょっと汽車になってきたからなってきたかな、これ次ちょっとトーマスの筒の部分を作りたいよね。あ、これいいんじゃない、これ使えるんじゃない。はい、ということで、これをうまくね、形にしていきたいんですけど、大きさとかを揃えて位置を調整していくわけなんですけど、これがめちゃくちゃ大変。あ、でもやっと汽車っぽくなってきた。ほらほら、ちょっとなんかいろいろずれてるけど、まあでも目指す方向は見えてきたよ。次はね、ちょっと無限っていう字をね、汽車のね、頭にね、つけたいんですよ。ほら、文字もこうやって作るんだね。で色を変えて、まあ白にしといた方が見やすいかね。はい、ここぐらいにしとく。もうちょっと上かな、もうちょっとここら辺にしとく。ぽいね、ぽいね。あ、めっちゃ離れてるけど、汽車と。ということで、こんな感じでめちゃくちゃ時間をかけながら、ちょっとずつ汽車の形を作っていく、炭治郎。で、この荷台をね、作ろうとしてるんですね。この、汽車のね、後ろの荷台というか、お客さんが乗るところというかね、そこ作ったりとか、光沢を出したりとかね、いろいろすることができるんですよ、このゲーム。素晴らしいと思います、本当に。ようやくできました。あちらにあるので早速見てみましょう。さあ、あちらに、ん？なんだあれは、禰豆子？禰豆子、お前何やってるんだよ。禰豆子、テンション上がりすぎだよ。そういうことは、骨を痛めるからやめろ。おかしくなっちゃった禰豆子はほっといて、こっちの見ていきましょう。タイヤがこうやってね、まるで作られてるんですけど、ほら、窓がね、これオレンジで、こんな中途半端なところまで作るんだったら、もうちょっと作れよっていう感じで思われるかもしれないですけどね、ちょっともう疲れきっちゃったね。サムネを撮ることばっかり考えてたから、こっち側手抜きなんですよ。でもこれ、もうちょっと時間かければもうね、ちゃんとできるよね。もっとすごいのできるっていうのは感じた。禰豆子、いつまでやってるんだという感じでした。
どうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ